こんにちは、マサイ6494です。今回はラストクラウディアの超英雄降臨祭、ローランドを当てに行く動画になります。あと、降竜でいいの？エルド・ラバーナ。なんか、スキルとか見てたらめちゃくちゃ強い、こいつ。上限。ダメージ上限アップと、あと味方全体の STR と、INT20% アップとかね、やばいバケモン級なので欲しいなと思います。あとアークも強い。あと新登場 UR アークとかね、すげえ欲しいということを言ってみましょう。50連できてるかどうか、その間に引いちゃったら終わろうかな。引けるのかどうかの問題だけど、よし、これは確定じゃないかな。 SSR は確定でしょう。よし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 、来たもこれ来たんじゃないかな。さあさあ、2個しかも持ってる。まあエルサだからいいや。なんか、武器の名前は強い名前だけど、そうでもない。まあ、エルサだからいいか。おっと、いろいろ解放されていく。奇跡の髪飾り。ありがとうございます。とりあえず、10連じゃ出なかった。20連いきましょう。こいつ強いから50連いっても価値があると見受けられる。よし、これは確定でしょう。よしよし、さあ1個、はい。はい。それでは30連目いきましょうか。なかなか引いてるけどな。なかなか出ないね。ティリアばっかだ。え？ちょっと待って。これ絶対出てこない。ふざけんなよ。はい。なんか絶対出てこないって感じだ、今。消すぎだろ。ドラゴンクロード。マジか。クッパー多いな。武神の。40連目いきましょうか。あー出ない。50連なんか50ゲットしたから手に入るもしかして。またティリア。え、ふざけんなよマジで。いや、からの、あー来ない。マジでかよ。ふざけるな。ふざけるな。ラスト。ああ、全然出ない。うん。出まおうなんだよな。しかも何も起きない。ふざけるなよ。ちでかよ。出なかった。ほほ。
ちょ待って、このさ、英雄メダルさ、何枚で、ゲットできるわけ？それちょっと見たい。あ、なんか変わってる。待って。こういう感じ。すげえ、あ、なんか、プラスされてる。え、水着欲しかったんだけど、それより、なんか、高価なものが、上限あって。よかった。水着にしないで。これじゃない。こっち。あ、もう絶対買えないじゃない。ふざける。ふざけるな。ダメだ。もう手に入る。マジでかいよ。なんかね、もうガチの動画じゃなくなっていてしまって。普通に手に入ると思ったんだけどな、手に入らなかった。はい、ということで、超英雄降臨祭50連でした。皆さんはどうでしたか？それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。